いやもね、なんかね、一つね、すごくね、本当はね、本当は僕は、あのー、ツイッターでやりたいことが二個あんの。一つは、本当にやりたいマフマフの像。マフマフが見せたい像は、絶望とか、輪廻とか、権限せよとか、破滅とかなんかそういう言葉だけを呟いて、突然、突然そういうなんか二文字ぐらいの言葉だけ破滅とかだけ呟いて、なんか、アイコンは真っ黒になってて、プロフィールの時に、とこにはなんか、絶望の彼方へえとか書いてある感じのやつをやりたいんですよ。で、アーティスト感を出していきたいんです。 い,い、やいるじゃないですか、そういう人。いや、やいないかもしんないけど。いそうじゃないですか、なんかこう、アーティスト感ある感じの、がやりたいんだけど、もうすごくやりたいんだけど、名前がマフマフなので、あの、あまりにも、あまりにも閉まらないぞと。マフマフっていう名前で絶望とか呟いしても意味がわからないので、まあそれは、それはまあしょうがないから断念しまして。でもう一つ、もう一つは、本当は、歌詞の話とか、音楽の話、作曲の話みたいなのをしたいの。例えば、 アルバムに入っている二人ぼっちっていう曲。こちら、ここ、4シャープメジャー、4シャープマイナーセブンスフラット5がきっかけでここで天井になるのマジ激激圧みたいなツイートしたいんだけど、それをツイートしたところでマジでなんか、それに同調してくれてる、くれるのは、ボカロ P か。ボカロ P の友達。ラコード進行最高ですねとか言ってるボカロ P の友達か、えっと、ギターとか音楽の、 理論オタク。理論オタクの男の子。いや、ここの族長への転調が本当に最高でございますみたいなリプライを送ってくる人だけなんですよ。普通に普通のみんなは多分なんか何言ってんのかわかりません。そういうツイートやめてくださいみたいな。そういうのしかと、なんか言ってくれなくなるんですね。 リプライをくれなくなる気がする,するんですよ。え、それも断念しなければならないと。え、やりたいんだよ、本当は。あのね、ボカロ P の人たちと喋ってると超面白いからね。あの、歌い手の友達と喋ってるとさ、なんかさ、どっちかっていうとこう、なんかこう、こういう歌いいよねとか、あの曲いいよねとかさ、なんか、こういう歌い方したとか、こういう喉の治療法やったらすごく良かったとか、なんかそういう話なんだけど。 あと、このゲームが楽しいとか。ボカロピアの友達と話してるときやばいから。ボカロピアの友達だと、なんか、この曲の、ここの、表よ通知の、ハイハットが、裏に行くとこ、ところ最高に気持ちいいみたいなのとか、なんか、本当になんか、誰もわからないような話しかしない、しないんだけど、まさ、それが、楽しいんです。でも、それを僕がやったら、やばいんです。なんか、すごいやばい人って感じになっちゃうんです。なんか、マスさんももっと、そういうツイートをすべきみたいなこと言われたけど、ごめん、ちょっと、僕は、歌ってみたもんやってるし、ちょっと、世間体が、世間体があるので、 やめておきますっていう感じで、そういうことは呟いてません。でもたまに呟きます耐えられなくなって、突然音楽オタクみたいなことをバーって呟き出すかもしれない。そしたらなんか、ああなんか変なこと呟いてるなっていうぐらいにして、なんか、すごいですねみたいなリプライをくれると、喜びます。ああ、すごいだろうみたいな。なんか嫌だな <laughs> <laughs> 優しくしてあげてください。<laughs> いや、悲しい生き物なんです。作曲をする人間は孤独だし、あのね、自分が得たもの、 作曲をして得たものは、もちろん作曲をすることで、あの、なんだろう、曲作りが早くなったりさ、思った、持ったものを作れるようになるっていう、楽しみはあるんだけど、それと同時に、いらない、なんか、世の中に出ても全く役に立たない知識、あの、英語みたいな言葉ばっかりみたいな、英語と文字、文字列みたいな言葉ばっかりが頭の中をう、うごめき合い始めて、まともな会話ができなくなってくるんです、大体。だんだん。難しい生き物です。なんか、クリエイターに気難しい人が多いっていうのは、そういうところがあると思う。あれは頭がおかしくなる。はぁ、あ。